はいどうも、皆さん、こんにちは、モッティです。さあ、早速、ミキアドラバトル、ツチニンだ。ここで初登場、ツチニンなんですよね。だいぶ、あれですね、昔の方がかっこいいですよね。なんか、すげえムシムシ感出てますよね。左の方が、すげえムシムシ感出てますよね。だいぶ虫が苦手な人間には結構厳しいね、感じな しなくもないんですけど。ツチニンなぁ、育ってたよね。なんか、あれですよね、あるある。あるあるシリーズによくあるさ、ルビサファやってた時に、なんか土人が進化して、鉄火人になったら、なんか副産物が、スッとこう、パーティーの中に入ってて、なんやこれみたいな感じになったよねみたいなのって、あれあるじゃないですか。ね。実際僕結構抜けに好きだったんで、あ、てかやばくね、もしかして。そうだよね。普通に、吸い取るよって話だよね。大丈夫吸血やられたら死ぬか。大丈夫か。急所だったら死ぬ？もしかして。大丈夫？大丈夫、大丈夫だ。オッケー、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 オッケー。あるあるですよね。抜けりんな、なんかすごいね。だから、友達と戦ったことがないんですよ、僕はルビサファーリアルタイムで。なんで、すごい友達にドヤ顔で抜けりん出して、完封し試合をしたことがないんです。一個夢なんですよ、これ。僕の抜けりんを使って、相手を完封して、あお前抜けりん倒せないのか、ああなんで炎技も飛行技もないのあみたいなことを言いたかったんですけど、そんなことはね、夢と消えました。負けると人気者になれないや。あ、久々にお金が一緒でしたね。はい。そんなね、たわいもない夢の話をしたところでね、先進んでいこうかなと。これ左側は、あ、クソまだないですね。はい。PPA をゲットしていく。そしたらようやく10日の森を抜けられますね。だいぶかかったな、ちょっと。ちょっと、しょうがねえから、こっちも変化する。しゃあねえな。あ、キノココだ！キノココね、そう、強いんですけど、これ倒せないか？倒せないか？念力で。ダメか？いけないか？さすがに。あ、無理。ごめん。すいません。無理でした。調子乗りました。調子乗りました。あー、もう急所当たってもそれだもんね。いやー、しゃあないなー。しゃあないな、森本投げるしかないな。よしよしよし。まあ、とりあえず、10日の森を抜けるのはいいんだけど、まあ、抜けたら抜けたでまたあれですからね。てかやばいか左。じゃあ右。右大丈夫か左も全く問題ないでしょうけど。あ、ちょっとやばいかもしんない。ちょっと回復するか。てか回復薬結構右なかったですよね。てか逃げるか。右逃げるわ。普通に危なそう。普通に危なそうなんで逃げます。こういう時はしっかり解散して回復することも大事で、逃げも行ってたからね。さあレベルが13、いい感じにあれですね、左の方が上がっちゃってますね。ああえメガドレインってこんな早かったっけ。いいの覚えちゃって。まあ一応あれですね、ルッパでいきますよ。一応攻撃技ルッパでいきますよ。旅パーなんでますけど、メガドリンってこんな低かったっけ。なんかレベル、なんか10トルになるぐらいだったかなって思ってたんですけど。まあいいか。はい。さあ、出ましょう。何？こちら、10日方面調査隊。申し訳ありません、牛尾隊長。残念な報告です。ミッション、フェイラー。ちょっと、邪魔が入っちゃったみたいで。はい。はい、承知しました。引き続きあのエネルギーについて調査に当たります。あのエネルギー。ふう。かわいい、この子。好き、黒髪ロング。なかなか見どころが合いそうなトレーナーだな。なんだよー。あの力ってなんだよー。察したけどね。あ、木の実の位置が違う。あ、ちょっと待って、そしたらこっちこっちで。難しいね。あと1個増えてますね。オーレンの見え。あれでしょ？なんか、あれでしょ？テストで100点取れるとか。なんだろうな。なんか、運動神経抜群とかそういうことだよね。きっとね。モモンがないですね。メガシン！あ、技マシン、あ、そっか、技マシンもらえるんだ、これ。種間だっけ？種マシンガンでしたっけ？09って。当時が09種マシンガンで、ただ今は種ガンの技マシンがないはずなんで、エコーボイスになった。ほう。ほう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 。まあ、あれですね。こう、割と、あ、そう。で、そうなんだよな。これ結構大きいですよね。当時、技マシンってもう一回使ったら使い切りだったのが、
ね、いつの頃からか何回使っても OK みたいな感じになって、すげえありがたかった覚えがある、本当に。でも XY なんてすごいさ、助かったよね。一回一回こうさ、技マシン覚え直すのが本当大変で、ね、あの使ってて、すごいやり込もうと思ったらすごい大変だったじゃないですか。本当これはね、マジ超改良だよね。超改良中の改良ですよね。よし、じゃあちょっと入りましょうか。ちょ、右側が遅れてる。ちょ、ね、あの、例の物を。ちょ、例の物をください、一応。三等か、モッティさん、いい名前ですね。はい。木の実のこと？いや、木の実のことは知ってるんで、いいです。あ、でも知らないとこれ、聞かないやつもらえなかったんだっけ、確かね。はい。あー、違った。この人じゃなかった。この人だっけ？あー、ちょ、花じゃない。あれ？この人か。こっちか。これあげる。あ、クラボの実もらった。あ、違う、もらえない。あれ？この人あれ？この人？こんにちは。木の実たくさんつけるの。あー、これだ。この人だ。この人だ。たくさんつけるの。世話したくなったらこれあげるね。で、ホエルコ、ジョーロ！オッケー。セリフ一緒でしたね。木の実育つたびに、ジョーロで水をあげてねと。あとね、木の実がずっと放っておくと地面に落ちてしまうの。でも、そこからまた芽が出てくるのよと。すごいよね。生き物の力って感じるのよね。そうなんだね。じゃあやっぱ木の実システムは、ルビサファ仕様だから、まあ、木の実を育てるだけだったら、XY の方が、まあ、便利かなと、いうところですよね。はい。じゃあ、まあ、とりあえず先進んでいきましょう。この人、お嬢様ですよね。お嬢様ですね。あ、なんかちょっと帽子かぶ、ああ、向きが違ったのか。あなたと出会ったのも何かのご縁、お手合わせでお願いできるかしら？お願いできるかしら？あ。まあ、名前には触れないでおこうかな。優しさだね。よし。さあ、じゃあとりあえず森本投げますか。はい。で、こっちか。いやー、こいつも、あ、てかレベルめっちゃ高っ！レベル10だったね。だいぶレベルとかその辺は調整してあるんですね。で、まあ、吸い取るやってたら、勝てるでしょ、きっと。ね。この人も確か、あ、そうか、メガドレ使えるからもうメガドレ使っちゃえよですよね。ちょっと、メガドレ覚えるまでまただいぶ時間かかると思うんで、メガドレ使っちゃいますね、サクッと。サクッと使っちゃいますね。あ、てかそうだ！そういえば忘れてました。左側、学習装置をゲットしたんで、その学習装置ね、昔仕様が変わりまして、あの、今の学習装置はですね、あの、持ってるだけで、全部のポケモンに経験値が行き渡るので、わざわざ今みたいなやり方をしなくても、全く問題なく経験値が、あの、めんどくさくなく行き渡るんで、そうしよう。ちょ、あれですね、左の方が若干時間かかるわけだからね。そうしましょう、そうしましょう。サクサクプレイを目指して。これでも俺サクサクプレイだと思いますよ、結構。実際。2画面でやってる割にはねえ、 OK、 とりあえず吸い取って、はい、倒していくと、まあ一回一回足並み揃えないといけないのが大変ですよね、ある意味ね。よし、お嬢様とは終わった。まあ1200円1400円、やっぱケチになってるよね。あれですよね、富裕層が若干ケチになってるのは何ですかね。ちょっと今の日本を反映してるんですか。いや、そんなことないよね。ちょっとこっちは入れ替えて、で、右側は、あの、そのシステムがないのと、あと、ま、学習装置持ってないんで、あ、思い出した！この子がマキちゃん！そう、パート2でしたっけ？僕はミニスカートのマキちゃんを間違えましたけど、この子がマキちゃんです。そう、序盤にいたね、ミニスカートの誰がマキちゃん？ほらね！マキちゃんですよ。なんで覚えてるかって？後藤マキが好きだからだよ！当たり前じゃねえか、そんなの。それ以外に何の理由があるんですか？やばい、泣き声しちゃった、右側。驚かせ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、危ねえ。ちょ、怖い。抜群だって、抜群だって。怖い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 。そうですよ。なんかそういうのを歩いたよね。なんかあったよね。いや、そのさ、名前がついたのはまあ金銀からですけど、やっぱその自分の名前とか、あとはこうクラスのさ、好きな子の名前とかさ、そういうのをさ、こう意識しながら、ポケモンのトレーナーの名前を見たりしたじゃないですか。そんな時代もあったでしょ。そういうのこう懐かしさをさ、こう悟ってこうよ。悟ってく懐かしんでこうよ、ね、そういうところで。よし、吸い取る。B、 そう、覚えていきましょうよ。なんかちょいちょいだから節々に覚えてるやつは覚えてると思うんで、そういう話もしていきたいかなっていう。
ね、ただこの先にいる双子ちゃんがどっちがどっちだったかなっていうのはもうすでに覚えてないんですよ、僕は。もうすでに覚えてないんですけどね。何ちゃんと何ちゃん。なんか似たような名前だったかなーぐらいな気持ちでしたけど。よし。そうか、そのためにあれだな。ちょっとタナトス回復しとかないとね。そうか、そうか、そうか。ちょっとやばいな。いろいろ考えることが多いですよね。キノココなー。キノココ。キノココね。そう。あれだよね。あれだよ。吸い取りしちゃった。なんか、レベルアップしちゃって、レベルアップしなきゃよかったなって思い出しかないんです。キノココには。当時は。じゃない、みんなもそうじゃないですか。みんなもそうでしょ、大体。キノココって。あ、そうだった。この技って、キノココしか覚えないんだ、みたいな。ね、強いって言うから、ゲットしたけど。あ、あ、技 PB がない。おっそい。石化しかない。オッケー。戦わなければよかったかな。これさ、あざとくない？このさ、人差し指。すげえ人差し指があざといと思うんだけど。よくね、アイドルこういうね、あの、ポーズするんですよ。あざとい。でも好き、そういうの。大好き。よし。じゃあちょっと回復しましょうか。回復は、道具バッグ。はい。傷薬使う。使う。タナトスに使う。あ、やべ、間違えた。間違えた。間違えた。一個無駄遣いした。よし、行こう。ほんで、確かでもこの二人は話しかけないとバトルにならなかったはずなんで。え？マジかよ。私たち双子だから、ポケモン勝負も一緒にするです。よーし、私たち、ポケモンと戦うです。これ、左側ってさ、話しかけられないのかね？ナオとミオ。ナオちゃんですよね。左側がナオちゃんですよね。そしたらね。話しかけられないのね。どっちかに話しかけると、そのサファイアバージョンだと、あの、そっち側に対応した、まあ、セリフが出てくるわけなんですけど、じゃないんだね。あー、なるほど。そしたら、じゃあ、念力で、片方集中砲がね。あぶね。あぶね。味方攻撃できるからね。怖いよね。はい。念力で、こっち。よし。我慢をしていく。ちょ、右側のハスボード動き見てなかったよ、俺。右側のハスボード動き見てなかったです。大丈夫ですか？あ、そう、いいね。こんな引いた。オッケー。さあ、こんな引いた。うわー、我慢していく。我慢めんどくせえな。いって強い。驚かす強い。強い。ただ、どうしようかな。これ、いやでも、オール攻撃だから、まずいよな。どうしようかな。そしたら、念力で、ちょっと集中砲火していこうか。集中砲火していきましょうか。で、はたく覚えてないから、せっかくこっち。ちょっと先に我慢の方やっつけないと。あ、やばいか、これ。特殊はそんなないよね。ないよね。大丈夫。もう一旦稼げればどうにかなる。どうにかなる。やばい。よし、ハスボウ死んだ。オッケー、ハスボウ死んだ。よし、ハスボウ死んで、ハタクで、種棒やっつけて、はい。種棒、ハスボウが死んで、念力で、種棒やって、はい。森本が、我慢が解かれる。森本の我慢が解かれやし、やっべ。握手だったな。攻めるのは握手だったみたいだな。マジかよ。ここで初瀕死ですか。まあ、特に、それ以外の縛りは設けてないんでいいですけど。うわー、まあ、ちょっと、やらかしちゃったな。まあでもいいですね。もうすぐ待ちですから。もうトレーナーも一応話しかけなかったらもう、やらないんで。じゃあ、経験値入んないのが辛いね。それだな。経験値が入らないのが辛いのが、それだけですよね。まあ、それ以外は別に問題ないんですけど。よし。じゃあ、とりあえずパパッと倒しちゃってね。もう右はクラブの実とかゲットしちゃいましょう。とりあえず街に入るタイミングとかと、あとイベントが起こりそうなタイミングはしっかり足並みは揃えてね、行きまして、で、それ以外のタイミングはちょっともうサクサク行こうかな。だいぶもうセリフとかもね、似てる似てないっていうのがなんとなく分かってきたと思うんで、あの、ここは一緒じゃないみたいなのが。なんで、まあ、よし、カゴの実をゲットしていく。まあ、それ以外のところはサクサク行こうかな。はい。あ、横から取れない！清美が。マジか。俺の実をゲットした。よし、増やせるね。増やしたりね。はい。さあ、左側も、キノミを、ゲットしていく。ちょ、待って、いい？埋めない。だって、ここ戻ってくるの結構先だから、埋めない。埋めません。はい。さあ、そして、まあ、こっちから入りますよね。青。入っちゃった。入っちゃった。はい。
やっぱ街に、ちょ、せーので、手をつないでせーので入りたいの、俺は。国境とか渡るときそうでしょ？国境とか県境とかさ。よし、じゃあ手つなごう。よし、ここで埼玉県だ。埼玉県だ。みんなで足踏み入れるぞ。せーの、イエーイ埼玉県民みたいなことやったでしょ？それやりたいんです、僕は。だから先に入っちゃダメだから。で、それで先に入ったやつは、後で結構怒られたりするよね。よし。せーの、イエーイ北九州市民、イエーイ金積みです。ね。ちなみになんで北九州かは伝わるよね。あ、ちょっと地形が変わってる。よーし、ディフェンダーもゲットしましたね。これ金積みどうしようかな、どれぐらい守ろうかな、街の中。なんか、一応ね、実況動画だから、あんま隅々まで回るのは、よろしくないかなと思って、極力回らないでいこうかなと思うんですけど、先生の爪って確かここでしたっけ？あ、あとあれだ。秘伝マシンがここに確か一個どっかにあるはずだから、おっと、なんかイベントが起こったよ。このイベントはないよ。ないよ、右にはないよ。缶詰まで来たんだね。ここでしたっけ、確かね。お。すごい、この絶景。でも、でっかい街ではずっと広い。三城タウンよりね。居合切り親父。そうそうそう。この家ですよ。はい。あ、入っちゃった。ここはジム。うん。俺もちょっと集めたら挑戦するよ。じゃあなと。なるほどね。まあまあまあ。まあ、ここのジムは、ぶっちゃけ、大したことないですから。サクッと、あ、居合切りおじさんの前に居合切りの木がある。これ切っていいのかね。勝手に切っていいのかな？あ、居合切りおじさん立ってますね。だいぶ若返ったね。お父さんもね。その目つき、しなやかな身のこなし、そして鍛えられたポケモン。君は、できるトレーナーだな。何も言わなくてもいい。私にはわかるんだ。君ならばこの秘伝マシンをうまく使いこなせるだろう。さあ、遠慮なく持ってきたまえ。秘伝マシン1位が、居合切り。居合切り。ストーンバッジを持ったら、ゲットできますね、と。はい。あ、ゲットできますね。使いこなせますね、と。どうしようかな、居合切り。居合切りポケ、全然考えてなかったな。キモリに覚えさせちゃってもいいんですけどね、別に正直ね。旅パラシ。正直旅パラシ。なんか他ゲットします？そしたら。あんまり序盤にゲットしすぎると後半が結構ね、太鼓祭りになって悲しくなっちゃう思い出しかないんですけど。まあいいかな。そしたら、向かうべ。もう早速ジム行っちゃうべ。やることは基本済んでますからね。もうここでやることは本当にジム、なんかかっこいい人がいるんだけど。エリートトレーナーって感じ？え、なんかすげえかっこいい。ポケモンジムに挑戦したいかい？あのキラリと輝くジムマッチのトレーナーとしての自覚が芽生えてくるんだな。そうだね。頼もう！え？ちょ、待っ！いきなり？新しい挑戦者の方ですね。私は金積シティのポケモンジム、ジムリーダーの辻と申します。トレーナーズスクールで学んだことを勝負に活かしたくてジムリーダーになりましたの。私とポケモン勝負で勝利なさった暁には、強さのトレーナーの証としてジムリーダーのバッジを差し上げますと、ぜひともチャレンジなさってくださいね。挑戦者としてのあなた方とお会いできる時を楽しみにしていますわ。それではごきげんよう。ああ、一発目から戦うわけじゃないと。なるほど！すげえかっけえな、後ろのカブトプスしかり。プテラなのか、後ろなのは。後ろは、リリーラとかしかりね。さあ、ということで、次回！金積みジム編です。お楽しみに。